突然フェアリーテイルが解散した。夏も勝手に修行の旅でどこかに行っちゃうし、私はしばらく現実を受け止めることができなかった。あれから1年、ギルドの仲間はそれぞれの道を歩き始めていた。私も週刊ソーサラーの編集かっこ見習いとして働いている。でもフェアリーテールを忘れることなんてできなかった。だから記者になったんだ。バラバラになったみんなの情報をできるだけ集めた。この1年ずっとみんなを探してた。もう一度集まるために。今日は大魔党演舞。当然フェアリーテールは参加してない。優勝者も八百長で決まりそうだった。でもそこで誰も予想できない番狂わせが起こる。新たな挑戦者の出現。その熱量は凄まじく、服だけじゃなく会場も溶けてしまいそうなほどで。何なのこの熱。熱？久しぶりだな、ルーシー。元気？この時、私の中で声がした。フェアリーテールはまだ亡くなってなんかいないって。よく釈放されたわね。ルーシー、お前一人で見物してたのか？なんでフェアリーテールは参加し…そっか、知らなかったんだね。フェアリーテールが解散？は？なんで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 ？あんたたちが出て行った次の日。なんで解散したんだ？それが私にも全然わからない。じっちゃんどこにいるんだ？ぶん殴る。いや、髪をむし…おひげは残してあげて。マスターは行方不明なの。他のみんなは？エルゾは、グレイは、それにみんなそれぞれの道を進んでる。信じられねえ。みんなギルドがなくなって平気なのかよ。どうだろう。だってそうだろう。じっちゃんが解散って言っても反対すればよかったんだ。ラクサスあたりが次のマスターやればよかったのに。夏にそんなこと言う資格あるのかな。ああ、夏だってギルドのことなんて考えてなかったじゃない。誰にも相談しないで勝手に旅に出ちゃうなんて。ごめん、夏とハッピーにもいろいろ考えがあってのことだったんだよね。きっとマスターや他のみんなもそうなんだろうな。おお、ここがルーシーの家か。クロッカスに住んでるんだね。こっちの方が職場に近いからね。どうせ泊まるとこないんでしょ。うちに泊めてあげる。おお、神よ。ホイトルーシー、絶対に物壊さないでよ。それと私の寝室には入らないでね。ハッピー、ギルドな、信じられないね。よし、ペンの準備は完了であります。ナッツ、起こさないようにね。みんなの居場所すごく細かくメモしてあるよ。もう嗅ぎつけてきたのか。あんたらの仕業？いたぞ、
いつが犯人だ。なんで私まで。何したのよ夏。フェアリーテイル復活の呪しを上げてきた。目立つとこにド派手にな。大丈夫、炎はすぐに消える炎だから。そういう問題じゃないでしょ。フェアリーテイル復活って言ってもできるって信じてるんだろ。みんなを集めてギルドを復活させるんだ。来いよ。ここにしましょう。行くぞ。ジュラのとこか。腕試しにはちょうどいいな。うん、そのラミアスケールにね、誰がいると思う？何やってんだあいつ。ウェンディ以外にも他のギルドに入ってる人はいるわよ。だって仕事は必要でしょ。そうじゃなくて、なんでステージの上でフォエバーしてんだよ。ああ、これね、ラミアスケール感謝祭、マグノリアの収穫祭みたいなものでね、町の人々とギルドの一体感を高めるお祭りなの。ウェンディを正しい道に連れ戻すぞ。間違ってるわけじゃない。そういえばシャルルは？そろそろ来る頃だと思ったわ。ナツ、ルーシー、そしてオスネコ。あら、ごめんなさい。ハッピー。ウェンディ、客だぞ。ナツさん、ルーシーさん、ハッピーも。ちょっと背伸びたか。いえ、全然変わってないです。そっか、じゃあ連れて帰るんで。おい、フェアリーテイル復活ですか。皆さんをもう一度集めて。うん、この1年マスターも行方不明。きっと解散の謎に関係してると思うの。マクロフ氏のことは評議員でも問題になってるらしいな。評議員、嫌な響きだ。なくなっちゃったんじゃないの。そっか、あんたたちずっと山ごもりしてたから知らないのね。1年前、聖天大魔道が集まり評議員を再結成したんだ。ジュラさんもそこに。聖天の魔導士が評議員か。強そうだな。じゃあマスターも。そのはずだったんだけど、行方をくらましちゃって。逃げたんじゃねえのか。面倒そうだし、とりあえずじっちゃんは置いといて俺たちと来いよ、ウェンディ。あの、私はラミアスケールの魔導士です。ナツさんたちとは一緒に行けません。ウェンディ、すみません。俺たちに遠慮することないぞ。この時が来るのは分かってた。どういうことだよウェンディ。ウェンディが決めたことよ。無理強いはやめてくれる。シャルル、なんで人間なんだろう。なんで人間なんだ。
なんで人間なんだ。これ変身魔法よ、覚えたの。この姿ちょっとだけ魔力が上がって予知魔法の力が強くなるの。どうかしらハッピー。オイラだけ修行して修行してお魚を少し我慢できるようになったよ。何の修行してたのよ。ねえウェンディ、昼間のこと。うん、私はどこにも行かないよ。シェリーさんが結婚して出て行っちゃったもんね。私まで出て行っちゃったらシェリーは一人になっちゃうし。一人じゃないよ。は？私にはラミアスケールのみんながいる。愛するギルドの仲間が道場で一緒にいてもらうなんて友達じゃないと思うな。ギルドの方、民を避難させろ。何の騒ぎだ。見ての通り、モンスターの群れが突然町に押し寄せてきた。魔導士ギルド、オロチノフィン。何年も前からずっと犬猿の中のギルドよ。モンスターを使って襲ってくるなんて落ちたね、オロチノ。きっとジュラさんがいなくなるのを見計らって。感謝祭で油断してるとこを疲れたわね。おれ、このままでは町が壊滅する。そこを叩きたいが、あの数では近づけない。ソラなら飛びまーす。手を貸してくれるのか。おうよ、燃えてきた。行くぞハッピー。あいさー。ごめんね、ナツ。シェリア、お願いハッピー、このまま、あ、はい、私たちでラミアスケ、うん、ハッピーが。すごいモンスターの数。これが全部マーガレットに。町の防衛はリオンたちに任せよう。ナツさんたちもいるしね。私たちはオロチの本。ごめんねハッピー。ううん、シェリアは。そうじゃなくて、ウェンディ、うん、よし。
よっしゃ、行っちゃ行くか。カリューの逆か。行くぜ。カリューの逆か。もう終わりか。暴れたんねえぞ。もう夏ったら。ルシー、力を貸してくれ。うん、任せて。行くぞ。そうだ。すごいな。開け。地球の扉。レオ。愛が精霊を強くする。レグレスインパクト。超人白鳥の翼。ルーシー切り裂く。アイスメイク。よし、これでおしまいだ。見つけたぞ。よくもハッピーを盗んだな。ごめんなさい。ナンツ、今はそれどころじゃないの。話はあずだ。まずこいつらをぶっ飛ばす。いいか、泥棒ってのはな。モンスターは全部倒したようだな。リオン、それにルーシー、オロチノフィンは降参したわ。夏のお手柄ね。これで終わり。暴れ足りねえ。十分暴れたよ、ナイツ。ダメだったな。え、何？ウェンディの前で私は。でも夏にめちゃ夏さんだからね。ウェンディは夏と一緒にいなきゃダメ。え、愛してるでしょ。え、そんな、私そういうのじゃないと思う。それも愛だよ。行かなきゃ後悔する。ウェンディを愛してるから、フェアリーテイルを愛してるから。私。
素直になって、ウェンディ。シェリア。友達だよ。長い間、お世話になりました。元気でな、ウェンディ。私も一応礼くらいは言っとくわ。本当になんて言ったらいいのか、私自分勝手で元からそういう約束でうちに入ったんだろ。そうだったのか。フェアリーテイルが復活するまでお世話になるってね。ウェンディもシャルルもフェアリーテイルのこと忘れたわけじゃないんだ。ウェンディは泣き虫だな。待って、フェアリーテイルの復活頑張れよ。そういえば足取りがわからなくなった。元気でね。もう泣いていいぞ。ラミアスケールを後にした私たちはアメフラシの村でジュビアと出会った。そこでグレイがゼレフを崇拝するアバタールに属していることを知る。グレイはフェアリーテイルを忘れ END を倒すことに執念を燃やしていると思ってたけれど、そんなことは一切なく、アバタールを壊滅させるために潜入捜査をしていたんだ。そしてグレイはエルザと連携し、ついにアバタールの真の目的を突き止める。ゼレフの権限、刀身、戦つなぎを召喚し、信者の魂を捧げることでゼレフを呼び出そうとしていたんだ。
っていきましょう。よいしょっと。よいしょっと。よいしょっと。さあ、行くわよ。よいしょっと。よし、どこ行くかな。よし、ここだ。なんつうデカさだ。なんなのよこれ。ヤクマ18頭身の一人の召喚士だ。ふざけるなよ。仲間の命なんだと思って。行くぞ。行きます。行こう。メイク任せて。ブリンガー所属の敵だ。バルバリカホール。行くぞ。ウーテンの池。ウレンカリュース。行こう。アイスメイク任せて。天竜の波おろし。
イスメイクフロア。目的一緒に笑って、そういう絆がいつも俺を救って。よし、俺たちの勝ちだ。見ての通り、評議員。うにゃばっかにゃ。レビィちゃん、ルーちゃん、噂には聞いてたけど、本当に評議員。ルーちゃんこそ記者やってるんじゃ。レビィとリリーが喧嘩売ってんのか、この野郎。いや、あのガジルさんが評議員。ウイブチを探してる時、木のじいさんに誘われた。ウォロットさんが。こうしてギルドの上に立つことになった。お前は格好がエロいぜ。ジュビアはジトジト罪で逮捕。ジトジト。お前は魚食い。おいしさは罪だったのか。お前はなんかそのなんで。お前は言わなくてもわかる。貴様、ガジルに似てる。俺はガジルだ、本物のな。いや、あのガジルさんが評議員の。実は本物のガジルだ。何？本気で偽物だと思って。ならば話は早い。アバタールの浄化作。分かってるよ。グレイのおかげで俺たちもここまで来れた。感謝。しかし迷惑かけたことに変わりはねえ。ジュビアはグレイ様が無事。俺たちが揃えば無敵。またみんなで一緒に戦える。少し大きくなったか。いいえ、全然。ギルドにいるみたいだね。このメンツが揃うとね。こういうの久しぶりだな。さあ、私たちの勝利だ。勝ちどきをあげろ。なんだよ、
心配して見に来てみたら、この大軍をあれだけの人数で片付けるとはな、かなわねえな。いやー、ああして揃うとやっぱり壮観ですね。はい、クロウもそ、あれクロウシュがいない。あ、何混じってんだの、お前クロウも様、なんでこんなとこにいる、なんでだろう。ああ、グレイにフロッシュは殺される。だから約束しろ、お前もフロッシュ。こいつ改めて見るとなんか癒されるな。気持ちはわかるが、その締まりのない、だってよ、恋がたきですか、新たな。僕には弟がいたんだ。僕にはどうしてもそれが解せなくてね。そして死者を蘇らすリバイブシステム。でも魔術学院では死者、ひどい話だよね。弟は生き、気がつけばガアンクセラム神がお怒りになったんだろうね。生命を尊く思えば思うほど、そして僕自身は不老不死に、一方で無限に研究、そんな思考の迷宮を何年もさまよったの。そして魔術の中でも一番の、それは僕を殺せるほどの悪魔の創造、当時はエーテリアスと呼んでいた。魔法を形成するエーテリアだけど、どの悪魔も僕を、そして最後の意味を込めて作り出したのが君だよ。作ったなんてひどいよね。君はもとも、僕は最強のエーテリアスの創造と、僕はセレフドラグニル、君がイグニールの元へ行った経緯や僕とメイビスの関係は、今日はこれから人に会いに行く用事があるんだ。まさか本当に会ってくれるとは思わなかったよ。腕の怪我はどうだい？あ、何の用だ、黒丸。君は破壊を望む、しかし消食だ。君はそれをしない。ウヌも似たようなもの。僕はずっと迷ってきたんだ、人間につき君と戦うかは。だがその二極論が間違っていたんだ。待っているのだろう、僕が君を本気にしてあげよう。待って、この先だぞ。私、この先突然夏が現れてフェアリーテイル復活だっていう、1年間1回も連絡取ってなかった仲間たちに手紙を送って、冷静に考えればみんなそれぞれ自分の道を進んでる。私たちの思いがみんな一緒かは、わ、みんなもうギルドのことなんか忘れてるかもしれん。
1年くらいで忘れるかよってんだ。カナ、よー、夏ハッピーシャルル。あ、いいえ、特には。いや、この1年は私にとっても充実してたね。みんな似たようなもんだろ。特に私はガキの頃からギルドにいたからね、どうやって食っていくのかさえよくわからなかった。みんな違和感みたいのは持ってたんだ。だから連絡する勇気もない。それをお前が打ち破ってくれて、来いよみんな。おう、ルシー、手が…みんな、久しぶり。ロメオ、元気だったか？オートじゃ派手にやったんだってな。ナツさんのですね。私も見たかったです。ルシー、週刊ソーサラー読んでたよ。ルーシーのグラビアばかりだったな。記事も書いてたよ。なんだかんだでみんなルーシーのこと気にしてたんだな。みんな、ただいま。ギルド、ここに復活。一応ギルドを回していくだけの人は集まったが、この建物も1年放置され、それに復活を宣言したところで評議員、そう、あの二人なら復活に。よーし、メンバー全員かき集めて。こんにちは。え、そうですね、よろしくお願いしますね。よし。どこ行くかな。よし、ここだ。それなら私たちがこの位置で。本当？さすがレミーちゃん。それと、評議員なんかやめてフェアリーテールに戻れ。おい、評議員脅した。ガジル、俺もレビーも評議員の仕事中だ。ごめんね、ルーちゃん、フェアリーテールには戻りたい。うん、仕方ないよ。仕事終わればフェアリーテールに戻るんだよな。だそうだが、ガジル。仕事さえ終わりゃ文句はねえ。うん、またみんなで冒険できるね。で、仕事ってなんだ？闇ギルドの取り締まり。違法なラクリマを取引してる。評議員も結構荒っぽい。タルタロスの一件で評議員に立てつく勢力が増えて、立て直しのためには荒領事も必要だ。俺たち、生きてる。できてねえ。どこ行くかな。
よし、ここだ。やってやる。こいつらだ。違法ラクリマをばらまいてやがるんだ。久しぶりに勝負しねえか、ガジル。たくさん倒した方が勝ちだ。ギヒ、後悔するなよ、サラマンダ。俺は評議員だ。一年あそ。なんだと？いつものペア。ああ、盛り上がっちゃってる。これは。よっしゃ、行っちゃいくか。天職だと。冗談は顔だけにしてくれ。またよろしくね、レイちゃん。うん、一緒に。そういえばラクサスがブルーペガサスに。ラクサスが？ギヒ。ああ、聞こえてんぞ。ごめん、ラクサス。
私たち待ちたまえ諸君、ラクサス一郎さん、メウ、あなた、じゃラクサスは連れてくぞ。話を聞きたまえ。うん、ラクサス、おい、俺はいいじゃないか。最近私の指名が著しく減っている。はあ、おっさんの人気が落ちてるだ。そんなはずはない。何か、そんなことする人いるの？やる必要ないよね。わかった。夏目、どうしてラクサスはグル魔導士が仕事をするにはギルドに入って、本当はホストに興味があったりして。帰るぞ俺は。ラクサス君、落ち着きたまえ。喧嘩などせず。一応ここは私の。ああ、その面もいい加減見や。メーン、どこ行くかな。よし、ここだ。ここは私に任せたまえ。よし、ルーシー的カリーの撤回。よっしゃ、勝った。素晴らしい。ごめんなさい。追い詰めたぞ。お前が一夜の格好をして人のふりして悪いことするなんて卑怯よ。こっちは、あ、ごめんなさい。バレちゃしょうがない。やっぱり変身魔法だった。くそ、あんだけ恥ずかしい思いをした。もともと低かったからかな。私の、ああ、ひねってやるか。ラクサス
勝楽勝。これでおしまいだな。ありがとう、ラクサス君。これでラクサスの借りはチャラ。無論だとも。よっしゃ、ギルドに戻ったら勝負。ナイジャ、なんでこんな。君はブルーペガサスの家族だ、イチア。これでラクサスも戻ったし、イラさんたちが見つかれば。そういや、ミラたちがウェイトレスや。ウェイトレス？それは。マジか。ありがとう。
知られたいものからかかってこい。情報によるとこの村にいるらしく。あ、ミラだ。リサ。あら、夏にルーシー。そうなの。だからミ。そうしたいのは山々なんだけど。兄弟三人がいい。そう。というわけで。え、食。私たちがやめちゃうと、お店に古から伝わるフィオーレ伝説食材を使えば。伝説食材？リサーナ、エルフマン。いってらっしゃい、ミラネ。こっちは任しとけ。知らないで探しに来たの？伝説だもの。でも出回ってないということは、その土地の人が誰にも食べさせたくないって隠してるんじゃない？うますぎて独り占めしてるってことか？独り占めね。
られたいものからかかってこい。降りかかる火の粉を払うのみ。よし。さて、行くわよ。おお、うまそう。ナツ、ストップ。何か食べてるみたい。モンスターが夢中になるほど美味しいってとこ。食べてみりゃわかる。いいか。さて、行くわよ。これを使う。テイクオーバー。はあ、私たちに勝ちね。これが伝説食材なんだね。こら、勝手に。うん、なん。こっちも食べてるし。これが伝説食材で間違いないよね。食べてみ。うん、それじゃあ苦労し、出たものは残さず食う。いらね、これなら絶対最後にお役に立てたから。それじゃあフェアリーテールに戻って。もちろん。フェアミラさん、エルフマン、リサーナ、またミラたちがいなくなると寂しい。今度はお客さんとして来ますから。ああ、遊びに行くよ。
3人カナもみんなも変わらず、ギルドもだいぶ賑やかになった。うん、ようやく。エルクマン久しぶり。強くなったのは夏だけじゃ。お、喧嘩か。エルフマン、頑張って。うるせえぞ、てめえら。グレー様もやるなら準備を。ちょっと書類が。全員逮捕だ。せっかくと、ほんと表へ出ろ。暴れ、ゲ、エルザ。夏、男の勝負。あ、おう。こいつらをまとめられ。ほら、待てい。捕まるもんかよ。賑やかな日常が戻ってきた。見慣れたいつもの風景、そして喧騒。ようやく思い出す。ようやくここまで来たな。ギルドのみんなで頑張りましたから。いろいろあったけど、これで全部元通りね。まだだ。お、まだ足りねー。ナツ、そうだな、大切なもんが抜けている。それってギルドマスター。お、とうって、じっちゃんだって誓ったはずだ。ここに戻ってくるって。そうよ、マスターが誓いを破るわけないもん。フェアリーテイルにはマカロフさんが必要です。帰ってこないならばこちらから迎えに行くほかあるまい。そうと決まりゃ出かけっぞ。いや、仕事だ。マスターを探し出して連れ帰るよ。よし。おいおい。ああ、はあ、なるほど。あ、え、ちょ、いや、そうか、そうだな。よし。悪くない。よし。妖精に尻尾はあるのか。故に永遠の謎。永遠、私は自分のギルドを苦しい時も悲しい時も、今フェアリーテイルはそんな素晴らしい。もちろんあなたも大切な家族の一員。さあ、これで終わりではあります。あなたたちにはこれからも新しい冒険が待つ。ですが、恐れることはありません。you
それにしてもまた同じ家に住めるなんてな。みんなも女子寮だったり家が残ってたり、まあ住むところは落ち着いたみたいね。みんなどおかえりなさい。なんか懐かしい。お、やっぱりこの部屋だったな。分からずに入ってたんか。別の人が住ん、安心しろ、一目でルーシーの部屋だと分かった。わあ、見ないでよ。ま、久々にここに集まった。あんたが言うな。私の、変わらないな。ほう。あ、ふん。なるほど。燃えてきた！
てめえ。少しは手応えがありそうだ。悪かった。
さて、アイスメイク、
フロア。ルーシーキック。よし、カリューのゴーラー。カット、天輪の鎧アンドレスゴード。フォトンスライド、アイスメイクハンマー。コールドエクスカイバー。